どうも安藤です。マート7層に重心を6人でクリアできたのでご紹介します。追加審議は遠隔の火ダメ上昇と継続ダメージ、地獄白娘以外へ20秒ごとに 100% ダメージです。編成はこちら、私が15神を5人でクリアした時のメンバーに本上場を加えたのみです。攻略手順もほとんど5人クリアの時と同じです。しかし、5人だとギリギリでクリアできなかったので、諦めて1人追加しました。本上場の枠は、本当に誰でもいいです。まず、ラダ財布はいつもの起源刀、レベルは多分95あれば足りると思う。裏室町大は体力吸収の能力が必須なのでアラゴンの大鞭を装備です。裏室町大も貫突までは必要ないと思います。騎軽減の裏坂本城はいつも通り。ルアトは足止めと規制算、暗闇の解除、味方の回復など役割が盛りだくさんです。この間のバランス調整で味方への配置バフがついたので、マジで強いです。あとは主に不屈計略のために読むつくにです。チリ旋風を倒せるのもグッド。裏桜王子をでタイルクランもできなくはないけれど、よもつくにの方がおすすめかな。武器は最近実装されたネオ、ギエンソードです。継続ダメージは多分重複する、はず。正直、6人クリアなら割といろんな組み合わせでいけると思います。それでは合戦に参ります。開始したらブラッド配置します。順番はあんまり関係ないけれど、狙われたくない順で置いています。裏坂本城を2回巨大化すると、裏室町大の配置バフ込みで四つ国まで届きます。裏坂本城計略が発動したら、四つ国と裏田財布を一気に最大化します。敵がいるときは、基本的に裏田財布計略を切って OK。真偽の効果と四つ国の効果が重複するので裏田財布計略はなんと永続で使えます。次に裏室町大を最大化するので気を噛めます。裏坂本城の射程は届きません。敵が来る前に中途半端に巨大化してしまうと継続ダメージが大きくなってしまうので要注意。裏室町大の見えん角なので真偽の火ダメ上昇の影響を受けてしまいました。特殊攻撃が発動すると瀕死からでも一瞬で全回復できるから強い。この真偽に限らずアラゴン裏室町大の強みですね。最大化した裏室町大は全てのオシリスの影に射程が届くように計略を切らさなければ大破することもありません。あとは気をためつつ裏坂本城ルアトも最大化できれば万弱です。ルアトを最大化すると裏室町大まで届きます。裏坂本城は気が足りるなら必須じゃないかもだけど、なんだかんだよダメ低下や攻撃 1.5 バフがないと感じます。さて、裏室町大が最大化して暗闇が溶けるとオシリスの影がムリムリ削れます。オシリスの影を通すとそれぞれ対応する中ボスが出現します。左腹、中央はアヌビス、右は瀬戸に対応しています。この配置だとアヌビスが真っ先に来ます。アヌビスは同時攻撃で火力がそこそこ高いので要注意です。アヌビスにはヨモツクニとドラトが攻撃されます。ヨモツクニは大破するほどじゃないけれど、単純に火力強化の意味で計略を早めに切ります。不屈計略が切れた後のことを考えるとヨモツクニの体力管理は重要です。後ろで回復しているドラトの影は時間経過で動き出しますが、回復モーションを行った分だけ進行開始が遅れます。逆に言うと、ルアトの影の進行タイミングがある程度コントロールできますので覚えておくと良いです。ちなみにこの攻略では全く気にしていません。飛び2匹、イシス、ネフティスの進行の時間経過がトリガーだと思います。黄色い方は火力が高いので、中央の遠隔マスを使う場合は落とされないように注意かな。真裏岡山城とかだったら近づかれる前に取らせると思うけど。さて、いつの間にか外が来ています。ヨモツクニの体力に不安があるときは動画のようにトークンに吸わせると良いです。瀬戸を倒すとおなじみのチリ旋風が来ます。これは倒さないで放っておくと蔵が壊されるので要注意です。ヨモツクニをこの位置に置くなら継続ダメージで倒せるので簡単です。ヨモツクニを使わない場合、裏田財布を一つ前のヨモツクニの位置に配置すると良いです。そうすると
裏田財布の攻撃による爆風でチリ旋風を巻き込んで倒せます。タイミングをいくらか気にする必要があるけれど、チリ旋風はゆっくりなのでそんなに難しくないと思います。マイクが打ち漏らしてもフラットなどのトークンで受ければ問題ないです。さて、残りの左のオシリスの影は起動タイミングに注意が必要です。早すぎても遅すぎてもあんまりいいことがありません。最後のオシリスの影を倒すとラーが出現する上にオシリスも動き出します。このタイミングが氷結攻撃をしてくる敵アヌビスの化身と重なってしまうとちょっとまずいです。アヌビスの化身は1列で来た後2列になっても1回来ます。1列の時は裏室町大が安全ですが、2列の時は裏室町大が殴られます。これこそが二重神だと5人攻略できなくなった要因です。これがどうしようもなかった。理想は2列目のアヌビスの化身を限界まで引きつけてからオシリスの影を起動です。起動が早すぎるとオシリス本体が来るタイミングと氷結の群れが重なってダメです。この槍に起動が遅すぎるとウラムロ町大が氷結で大破して影を起動できません。動画のウラムロ町大はレベル125で火力が高すぎるので軽略をわざと途切れさせて火力を調整しています。オシリスが起動したらマートの羽を置いてウラムロ町大でオシリスの攻撃を1回受けます。動画では打ち攻めしていますが、ここのオシリスの打ち攻めは難しいので大破でも OK です。ここでウラムロ町大を殴らせないとワーク手前で蔵を破壊されます。ワークに消えたら山包みの計略を使用し、ウラムロ町大を中央の遠隔マスへ配置します。オシリスと氷結が過ぎ去ったら根性城をラーの前に配置します。ラーの挙動は相変わらずバグってます。ラーの挙動に関する詳しい説明は割愛しますが、要は攻撃発生直前で打ち攻めしないとダメです。配置してから頭の中で3点ぶりを数えてから撤退です。ラーが腕を振り上げてくれれば成功です。一方、根性城のように地獄城娘でない場合、20秒で大破するので差し込みの回数に注意です。だいたい4回までかな、5回くらい差し込んでしまうと途中で大破します。まあその頃にはちょうど羽も消えるのでトークン打ち攻めに切り替えるとよいでしょう。ワープしたら狙われる順に撤退させれば OK。 再配置したウラムロ町大を狙わせるのが分かりやすくて良いでしょう。解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価やチャンネル登録などしていただけたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。汝の隣にいると胸が苦しくなるのだ。